はい、ここでは旗本博さんの愛のギターの弾き方を解説していきたいと思います。まず今回はイントロの弾き方を紹介します。今回はですね、僕はノーマルチューニングではなくて前弦を半音下げた半音下げチューニングをやっています。それではイントロを見ていきましょう。まずイントロのパターン音ですね、やってみます。このようなパターンになっております。それでは解説していきます。押さえるコードは D コード、4弦の開放、そして3弦2フレット人差し指、そして2弦3フレット薬指、そして1弦2フレット中指、これがメインとなってきます。そして右手ですが、フィンガーピッキングになりますので、親指を4弦にセットしておいてください。そして3弦に人差し指、2弦に中指、1弦に薬指、このようなポジションにしておくとやりやすいです。そして最初ですが、1弦の2フレット、これを離した状態にしておいてください。そしてまず4弦と1弦、右手で言うと親指と薬指、これを一緒に鳴らします。そしてそれからは空いてた中指ありますね、これを1弦に足します。ハンマリングです。そしてそのまんま今度は右手は何もしないで引っ掛けてプリングというんですが、左手のみで音を出します。この時、どこかに引っかかったりするとこのように音がきれいに出ないので、しっかりと隙間を空けておいてあげるといいと思います。これを8分のリズムでいきます。 1 and 2 1 and 2、そして次に1 and 22拍目のエンドのタイミングで3弦と2弦、これを人差し指中指で鳴らします。このようになります。これが2拍目までで1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and という風になります。そして次ですが、このままF シャープ分の D に行き G に行く流れ、キーが D になりますので D からベースが3度サード分の1になり、そして4に行くという流れになります。F シャープ分の D の時ですが、親指で6弦をの2フレットを握ってください。最初はですね、親指に使い慣れてないと、なかなかこの上からグッと押さえるのが、難しいかもしれませんが、慣れだと思います。少しずつできるようになると思います。そして今の押さえ方ですが、6弦の2フレット、そして2弦の3フレット、これは先ほどの D のまんまですので、そのまんまということになります。で、右手ですが、4弦にあったのが6弦に来ること、そして上の人差し指中指薬指は変わらないというところがポイントです。ここですね、6弦と2弦を一緒。そしてこれはですね、3拍目の裏になりますので1 and 2 and 3 and、 ここ気をつけておいてください。 1 and 2 and 3 and 4 and、
ここで3拍目の頭では右手で音を切ってあげてください。 1 and 2 and 3ここですね。 1 and 2 and 3 and 4 の時も音を切る。そして今度はこの D の、左手は形をキープしたまんま、今度は中指で6弦の3フレットに行きます。そして右手は6弦と2弦になりますね。これが1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1小節伸ばします。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 となります。最初からやってみると1 and 2 and 3 and 4 and 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 となります。これもですね、8分のリズムになりますので、声で最初はメトロノームを鳴らしながら1 and 2 and 3 and 4 and 1 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 and 2 and 3 and 4 and というふうにやっていくと、しっかりとしたリズムとで、この愛のイントロが弾けるようになると思いますので、ぜひやってみてください。次の動画では A メロの弾き方を解説していきたいと思います。それでは失礼します。